はい、じゃあ、時間になりましたので、次のセッションを始めたいと思います。今度はですね、構造設計をされる方向けに、レビットストラクチャーの機能を使って、構造のモデルを作っていくっていう流れを、やっていきたいと思います。このセッションに関しては、レビット、皆様がですね、お使いの製品が、ビルディングデザインスイートという製品をお使いの方々は、レビットのワンボックスと呼ばれる、レビットのアーキテクチャーの部分、ストラクチャーの部分、MEP の部分、すべてがお使えるっていう、ものをお使いの方は、今日のセッションの内容をフルに使っていただくことができます。あと、それと、レビットストラクチャーと呼ばれる製品をお使いの方は、このセッションをお使いいただくことができます。今お使いいただいているものが、レビットアーキテクチャー、もしくはレビット LT をお使いの方に関しましては、ちょっとこの内容が、使えない部分がありますので、ご了承ください。で、まず最初に、前半、今から、1時間ずつですね、前半と後半に分けて、構造のモデリングをやっていきたいんですが、まず最初に、ストラクチャーを使って、RC 像の部分の、モデリングの仕方っていうものを、前半の部分でやっていきたいと思います。最初にはですね、共通の部分の通り針であったり、レベルを作ったりとかですね、どちらかというと初めてレビットを操作されるっていう方に対しての内容になっていきますが、通り針を作り方、レベルの作り方、あと構造柱の作り方、梁の作り方、あと構造壁、あと床ですね。こういう躯体関係をどうやって入力をしていくのかっていうやり方と、あと、構造の場合の、要素の、例えば RC 像の場合に、基本的には自動で、勝ち負けといいますか、柱は必ず、梁は柱が必ず勝つとかですね。そういう勝ち負けがありますので、その勝ち負けの部分ですね、の変更の仕方ですね、そういったものを、今からやっていきたいと思います。で、まず最初に、一番最初にやらないといけないっていうものが、通り針ですね、基準を作っていただくっていうような形で通り針を作成をするっていうことになります。で、データムというような要素のところに通り針というものが用意されていますので、こちらを使って作図をしていくっていう形になります。で、通り針を書くっていうやり方の中に、そのスパンが決まっていると、例えば、選択っていう機能を使って、そのスパンごとにですね、やっていただくっていうのが便利な機能が用意されていますので、それを使っていただいて、例えば、6メータースパンのピッチで、書くとかですね、そういったやり方をすることができます。で、その時に、レビットはですね、自動的にその通り針の符号ですね、が、作成することができますので、最初に例えば1って打てば、次から通り針は2、3、4、5っていうふうに増えていきますし、例えば x の1っていうふうにすれば、次から x の2、x の3、x の4、もしくは y の1ってやれば、 y の1、2、3、y の2、3っていうふうに増えていきますので、そういった自動交番をするっていう機能が、用意されています。そういったものを使って、通り針を作成をしていくっていうような流れですね。で、あと、全体の今日のフローを説明していきますが、あとはレベルですね、今度は高さ方向の設定っていうものも同じような形で、設定をしていきます。で、これが、平面図といいますか、布施図、構造の場合ですと布施図ですね、布施図の、ベースになっていきますので、こちらで、何階建ての建物かっていうものを作る形になります。ですから、階高をですね、オフセットと書いてますが、階高を設定していくと、その分の、フロア、階が作られていくっていうような形になります。あと、構造部分の、モデリングに関しましては、例えば柱っていうオブジェクトですね、構造柱っていうものを使うと、例えば、通り針、一番最初に、基準になる通り針っていうものを作ると、そこに、例えば便利機能として、その通り針上に柱を生成するっていう機能が用意されていますので、最初に通り針を決めてしまって、スパンが決まってくると、そこに柱を、交点上に柱を生成するっていう機能が用意されています。で、それと同時に、先ほどの階高ですね、階高、例えば、その階が何メーター、今こちらの方ですと3500っていう階高になっていますが、3500の階高であったり、4メーターの階高、5メーターの階高みたいな設定をしておくと、例えば柱ですね、柱の場合長さを持っています。
高さを持っていますので、そういったものが、入力したところからどこまでの高さまで到達する柱なのかっていうものを設定をすれば、その階高に応じて自動に高さを調整をするっていうことができます。ですから、いちいちその柱の長さみたいなのを決めなくてもですね、この前のレベルっていうものがちゃんと設定されていれば自動的に長さが調整されるっていう形になります。階高の変更があれば、その階高を変更してしまえば柱の長さも自動的に変わるっていうような形ですね。で、例えば、その柱の場合も、例えばコンクリートの、区形の柱であればいいんですが、例えば H 鋼であったりとか I 型鋼であったりとか山型鋼であったりとか、あの向きを持っているようなものですね。そういった場合は、スペースバーっていうものを押せばですね、その自由に回転角をその通り比に合わせて回転をしてくれるっていう機能が用意されています。で、こちらの A でいくと、X と Y が垂直になっていますが、プランによってはその R があったりとかですね、斜めの部分の通り芯があったりするケースも当然あるかと思います。そういった場合にもスペースバーを使えば、その通り芯に向きに合わせてですね、回転をしてくれるというコマンドが用意されていますので、そういった時にはスペースバーを押すんだなっていうふうに思っていただければいいかと思います。で、あと、針に関しても同様にですね、先ほど作った、通り芯上にと、あともう一つ柱ですね、柱があれば、通り芯と柱があれば通り芯と柱を結ぶような形で、針が生成するっていうような機能が用意されていますので、こういったものを使えば、簡単にですね、プランを作っていくっていうことができます。あと、構造の柱ですね、構造の場合には、すみません、構造壁ですね、構造の場合には構造壁っていうものが用意されていますので、構造壁を使って入力をするっていうような流れであったりとか、構造の床っていうものを使って、書いていくっていうような流れですね。あと、こういった、建築の要素を使って作成をしていくと、壁であったりとか柱であったりとか、そういったものが、作られていくわけですが、そこで、何か勝ち負けの変更ですね、柱と梁であったりとか壁と床であったりとか、柱と壁、梁と壁みたいな形でそれぞれ勝ち負けを変更することができますので、そういった場合には順序の変更っていうものを行っていくっていうような形ですね。ちょっとこのあたりをですね、お手元の資料ダウンロードされている方はですね、こういったマニュアルをダウンロードしていただいているかと思いますので、今からですね、これの、マニュアルに沿った形でちょっとやっていきたいと思います。まず最初にですね、構造の方であれば、こちらの方の構造テンプレートっていうものが用意されていますが、ちょっと今日はですね、別の、テンプレートを使いたいと思いますので、プロジェクトの方から新規作成ですね、で、こちらの方からですね、ダウンロードされた方はですね、今日のフォルダーの中にですね、RST のデフォルト JPN っていうテンプレートが入っているかと思います。このテンプレートを使って、今からやっていきたいと思います。で、OK ボタンですね。そうすると、このテンプレートではですね、あらかじめ、1つだけ通り芯を入れています。で、こちらの方にはですね、X の通り芯と Y の通り芯で、ちょっとここにですね、何か青いマークが見えているかと思います。これは何かっていうと、レビット上でのちょっと見えづらいんですが、プロジェクト起点って書いていますが、要は000、ここに000と書いてますね、原点ですね、原点がここに設定しています。ですから今、このテンプレートでは、X 通りと Y 通りの交差する部分を00原点に設定しているっていうようなテンプレートを今用意しています。で、これをベースに、今から通り芯を作っていくっていう形になるんですが、こちらの方の、建築または、構造の方の中に通り芯ですね、データムっていうところがありますが、この通り芯をクリックします。
で、こちらの方、通り式の入力は1点、2点というような形で入力をしていくわけなんですが、こちらの方にもうすでに、X 通り、Y 通りの通り式が入っていますので、これをベースに作っていきたいと思います。その時にはですね、選択っていうものを使って、例えばオフセット量、6メーターのスパンの X 通りを作りたいっていうふうにすると、今、通り式がありますが、そちらの方のに今、破線で表示されていますが、例えば右側か左側かはマウスの位置ですね。少しだけちょっとマウスを動かしてみますが、ちょっと画面上なので見づらいかもしれませんが、マウスの左側に持っていけば左側にオフセット、右側に持っていけば右側にオフセットするという形ですね。ですから、今回はこちら側に持っていきます。で、これでクリックすると、6メータースパンの通り式が1つ書けた。で、同じようにもう1つ。で、同じようにもう1つっていうような形にすると、これをクリックするだけで、6メータースパンの、通り式が書けたと思います。で、今書いた通り式っていうものが、あらかじめ用意されているものから順次こういうふうな形で自動降板されていくっていう形になります。じゃあ今度はですね、Y 通り。Y 通りは、スパンの方を8メーターにしたいと思います。で、同じようにこちらの方ですね、上方向にクリックします。ただ、ちょっと今度はですね、注意しないといけないのが、本来であれば、y の0なので、y の1ってしたいところなんですが、ちょっと先ほど x の3まで入れたので、ちょっとこちらの方が x の4になってしまっています。ですから、こちらの方をですね、今青く表示されている部分ですね、x の4っていうところをクリックすると、これが変更することができます。で、例えば今 y の0があるので、今度 y の1っていうふうな形に変更します。そうすると、打ち替えると、y の1に切り替わったっていう形ですね。で、同じようにもう一度、オフセットをクリックして入力をしますが、そうすると、今度は先ほど y の1に変更しましたので、次は y の2っていうものが、入力できたっていうような形になります。今ですね、x 通りに4本の通り式、y 通りに3本の通り式っていうものを書きました。今から作るプランというものはこの中に収めたいと思うんですが、ちょっと少し長く表示されていますので、これをちょっと調整をかけてみたいと思います。で、こちらの方をクリックをすると、1つどれか通り式をクリックすると、今はですね、こちらの方を選択した通り式以外に、破線が表示されているかと思います。で、破線が表示されて、鍵マークですね、ロックがついているという形になります。これは何を意味しているのかというと、例えばこの青いマークのところをドラッグして動かします。そうすると、この1本につながってるっていうような形で、全て、一度に変更ができるっていうような形ですね。1本1本変更するのではなくですね、今みたいに一度に変更ができる。Y 通りも同じですね。こちらの方が、これをドラッグすると、同じ長さに、変更ができるっていうような形ですね。こういった形で、今通り式っていうものはできたかと思います。で、今度はですね、レベルの作成ですね。で、レベルの方は、今先ほど平面的には、通り式っていうのができましたが、レベルの方がちょっと今、非活性といいますか、グレーアウトして、選択できないっていう状態になっています。レベルに関しては、立面図もしくは断面図でしか入力ができませんので、ビューを切り替えます。平面図のビューからですね、今、南立面をダブルクリックして切り替えます。そうすると、今立面の方に変わってきました。で、そうすると、こちらの方にですね、1階のレベル、2階のレベルっていうものが書かれていますので、同じように、これで、レベルの記号の、コマンドが選択できるようになりましたので、レベルをクリックします。で、先ほどの通り式と同じようにですね、スパンといいますか、高さですね、レベルを追加しますので、こちらの方で選択をクリックします。で、例えば階高として、例えば3500の階高っていうような形をクリックします。で、こちらの方にはですね、オプションが用意されています。で、今、オプションのところが、平面図ビューを作成っていうところにチェックがついていますので、このチェックがついていると、レベルを追加したと同時に、例えば、
今回構造ですので伏せ図が作られるっていう形ですね。衣装の方であれば、平面、1階の平、3階の平面図であったり、4階の平面図であったりとか、平面ビューであったりとか、あと天井伏せ図のようなビューが、作られるっていう形になります。じゃあどのビューが作られるのかっていうと、その横に、ビュータイプっていうところがあります。これをクリックすると、今ここにはですね、構造伏せ図なのか、天井伏せ図、平面図なのかっていうふうになっています。ですから今回伏せ図だ、構造の方ですので、例えば構造の伏せ図だけを作りたいっていう時には、これをクリックしてると、今追加すると、例えば3階の伏せ図のビューが作られるっていうような形ですね。これで OK をします。で、今度は、実際に先ほどの通り審と同じように、今度は上方向ですね、クリックをします。これで1つの、ビューが作られたっていう形になります。で、同じように、4層目も同じようにクリックします。で、5層目だけちょっとですね、レベルを変えたいので、こちらの方オフセット量を2メーターに変えます。で、同じように、こちらの方をクリックします。階段下の違いっていうものは、今みたいに、オフセット量を設定することによって変えることができます。修正のコマンドですね、こちらの方の修正のコマンドに切り替えると、まあ後から変更したいっていう場合であれば、入力した後もですね、こういった形で寸法線が出てきますので、これでいつでも階段下の変更っていうものは可能です。あと、今追加した、レベルっていうものが、オリジナルの方はですね、1回 1FL、2FL っていうふうになってるんですが、後から追加したものが、レベル3、レベル4、レベル5っていうふうになっています。ですから、ちょっとこちらの方の名前を変更したいと思いますので、こちらの方、例えばレベルのところですね、レベルの記号のところをクリックする、ラインのところをクリックすると、選択していなければ、黒い文字だったものが、選択をすると青い文字に変わっているっていう形になります。で、レビットは青く、文字が変わる、文字もしくは記号ですね、が青く表示されているものは、編集ができる、もしくは操作ができるっていうサインになりますので、例えばレベル3というところをクリックすると、これが変更できますので、例えば3の FL ですね。っていうような形で変更します。で、もともと、レベルの名前として、先ほどレベル3っていうふうになっていましたが、今対応するビューの名前を変更しますかって聞いてきています。要はこちらの方どうするのかっていうことですね。で、そのまま「はい」っていうふうにすると、先ほどレベル名が変わったのと同時に、こちらのビューの名前も合わせて変わるっていう形ですね。これはどちらでやっていただいても結構です。例えばこちらの方で名前の変更ですね。こちらで、4階の 4FL っていうふうに変えても同じように出てきましたので、こちらでクリックすると、そうするとこちらも変わるっていう形ですね。どちらでやっていただいても結構です。やりやすい方で変えれば結構です。で、レベル5、これは、ルーフレベルにしたいと思いますので、ルーフレベルの名前に変更しておきます。そうするとですね、今こちらの方で、先ほど1階の 1FL から、一番上はルーフレベルっていうふうな形に変わったかと思います。そうすると、今のでレベルが追加できたんですが、今ですね、通り審だけを見ると、ちょっとまあちぐはぐといいますか、バラバラして、ちょっときれいな表現になっていないかと思います。で、例えばこれを調整したいっていう時には、こちらの方をクリックします。先ほど通り審の方はですね、平面的な通り審であれば、すべて、一括に変わったかと思いますが、例えば今こちらの方は、X の0と Y の1から2、3っていうのがちょっと高さが合ってないですね。ですから、選択した時に、まあ、先ほどのロックがかかってないんですが、例えば今こちらの方を、例えば X の0まで持ってくると、今これで、つながったっていうような状態ですね。そうすると、あとはこれが自由に動かせるっていうことができます。上方向も同じですね。これを動かして、X の0と同じレベルに持ってくると、そうすると一緒に動かすっていうことができますので、もしずれがあった場合ですね、今みたいに調整をすると自動的に、変更するっていうことができます。で、
あとですね、今、この通り芯の方をですね、レベルの方まで持ってきましたが、これもやはりちょっと意味があります。例えばですね、今、ルーフレベルのところですね、こちらの方の伏せずに画面の方を切り替えたいと思います。そうするとですね、先ほど平面1階の方を見てみると、ちゃんとですね、X 通り、Y 通りというものが表現されているにもかかわらずですね、最上階を見てみると、X 通りはあるんですけども、Y 通りが表現されてないっていうふうになっているかと思います。これはなぜかっていうと、ちょっと立面図の方ですね、Y 通りなので、立面からすると、西か東の立面ですね、こちらのビューを見てみます。そうすると、先ほど、南の方で書いたのと同じように立面の方がですね、ちょっと変わってないですね。ですから、こちらの方をちょっと調整をかけます。今ですね、通り芯が、レベルにかかっている場合、そうすると、それは平面で見えてくるということですね。ですから今、この通り芯は、1階と2階には、Y 通りは見えてくるんですけれども、3階、4階、ルーフレベルに関しては通り芯がかかってないっていうことで、今、これ立面の方ですね、もう一度3階の方見てみると、3階の方は見えてないですね。ですから、これはやはり同じように、この通り芯をレベルにかかるような形に持ってくると、すべての階で見えてくるっていうような形ですね。こういった形で見えてくるっていうことになります。逆に言うと、例えば、階段状の、立面で階段状の建物があったときに、すべて通り芯、プランがない部分、階段状ですが、最上階が小さくなっていて、通り芯はいらないよっていう部分であれば、逆にその部分だけ通り芯を低くしていれば、平面図に見えてこないっていうことも可能だっていうことですね。通り芯を描いたはずなのに見えてこないっていうふうなケースがあれば、ちょっと立面の方を見ていただいて、ちゃんと通り芯が重なっているかっていうものを見ていくっていう形になります。今ので基準ができましたので、今度はですね、今この基準に対して、構造部材ですね、を追加をしていきたいと思います。構造部材の方は、構造タブの中に、柱ですね、が用意されています。ここに構造柱っていうふうになっています。衣装の方、建築の方にも同じように柱っていうものがあります。衣装タブですね、建築のタブの方には構造柱と、柱の衣装って書いてますが、2種類用意されています。この違いは何かっていうと、上の方の構造柱っていうものは、こちらの建築の方の構造柱と構造の方の構造柱っていうのは全く同じものです。ですから、どちらを使っていただいて、コマンドを使っても結果は同じになります。ただ、建築の方の、衣装って書かれているものは、あくまで衣装的にその形を描く、ここにサンプル出てきてますが、こういうふうな何かデザインの、ものを表現したいっていう場合に使うものになりますので、基本的にはそのデザイン的なものの表現をするためのものになります。ですから、あまり構造的なものではないということですね。特に、構造的でないって申し上げる部分は、例えば、柱と梁がぶつかった時にどっちが勝ち負けるっていうようなことをするためには、衣装の柱だとその勝ち負けがない。ですから、必ず構造の柱、構造の梁っていうような形で使っていくっていう形ですね。あと、構造計算につなげたいという時には、衣装の柱は、実際にその荷重を担当負荷するとか、横揺れのためのその構造的に支えるものではないので、構造計算の対象から外れてしまいます。ですから、構造計算の対象にするためには構造柱っていうもので入力する必要があるということになります。構造柱ですね、こちらの方の構造柱を選択をすると、基本的にはフリーに入力するっていうことができます。ただ、こちらの方にですね、通り芯の12っていうコマンドが用意されています。こちらのコマンドをクリックすると、
入ってる通り芯の中に、柱を生成する、一括で生成するっていうことができます。で、こちらの方にですね、今柱のサイズが 500×500 っていうふうになっていますので、ちょっと柱サイズを追加したいと思います。で、こちらの方をクリックすると、今からどんな構造部材が追加できるのかっていうもののリストが出てきます。ただ、今からですね、入力したい柱として、ちょっと 500×500 ではなくですね、例えば 600×600 の柱を追加したいってしたいときに、今ここには 500×500 しかないっていうことになります。じゃあどうするのかっていうときに、こちらの方にタイプ編集っていうのが用意されているので、これをクリックします。基本的にはレビットの、こういった部材っていうものはパラメトリックっていう呼んでるんですが、ここの B とか H とか書いているのが幅であったり奥行きであったりとかですね、このサイズになるので、これを変えれば可変するサイズを作ることができます。まだ1つのタイプしか持っていませんが、こちらの方の複製っていうものをクリックをして、例えば 600×600 の柱を追加をする。ただこのままだと名前が作られただけでサイズは変わっていませんので、こちらの方で例えばサイズとしても実際の 600×600 のサイズっていうものを作ると、そうすると先ほどなかった500以外に600のものができたってことですね。ですから、必要な柱サイズがあれば、ここでどん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 増やすことも可能です。まあ、こういった形で、レビットの、この中でタイプを増やすっていうやり方と、もう一つはですね、部品があるところから持ってくるっていうやり方があります。挿入タブっていう中にですね、ファミリーをロードですね、こちらをクリックします。今回ですね、先ほど追加でコピーしていただいたファイルになるんですけども、今日先ほどコピーしていただいたファイルがですね、あるかと思います。コピーしたファイルが、S 柱の角型効果っていうコピーしたファイルがあるかと思います。そちらの方を、選んでください。で、開くっていうふうにすると、そうすると、こういった、一覧のリストが出てきたかと思います。で、例えば、今ここに登録されているような JIS で規定されている JIS 構材ですね、こちらの方が出てきますので、例えばここから、どの材料を使いたいのか。で、今回は、300×300 と、350の柱を使いたいっていうことであれば、こっちかな、こっちの柱ですね、300×300 の、厚みが12ミリの柱と、350×350 の柱を使いたいっていうことであれば、今ですね、クリックするとその要素が選択、コントロールキーを押しながらクリックすると、先ほど追加のやり方ですね、こういった形で選ぶことができます。連続の場合だとシフトキーを押しながらだと、こういった形でシフトキーを押すと連続して選ぶことができます。もしくはこういう範囲ですね、クリックすれば範囲指定で選ぶことができます。今回はこの2つですね、たくさんあるんですけど、今この物件で使うのはこの2種類を使いたいっていうことであれば、こういったものをクリックすると、そうすると、先ほどはなかったものとして、先ほど500しかなかった柱っていうものをタイプを増やせば600の柱ができたり、あと今みたいにロードっていうような形で持ってくると、先ほどなかったものが持ってき、今から使いたいものだけを持ってくるっていうやり方の2種類が用意されています。で、今回はですね、例えば、今からは、1階部分の RC の部分を作りたいと思いますので、RC の柱、先ほど作った 600×600 ですね、これを使いたいと思います。すみません、もう一度ですね、構造のところの柱ですね。で、先ほどの通り芯の位置ですね、になります。で、通り芯の位置をということは、通り芯を選んだ通り芯だけが対象になってきます。で、通り芯の選択の方法は、もちろん、一つ一つを選んでいくっていう方法もありますが、これを、右から左ですねっていうような形で、選択すると、右から左に選択する場合には、必ずこのウィンドウにかかっている部分、少しでもかかれば選択するっていうことができます。逆に左から右の場合は、今、こういった部分だと今選択ができてない状態ですね。必ず右、あ、左から右の場合は、
まれるような形で大きく選ぶ必要があります。ですから、まあ、簡単に選ぶのであれば、基本的には右から左に選ぶのが選びやすいかと思います。そうすると、今こういった形で、選んだ通り芯の交点上に、柱が、出てくるというような形になります。で、この位置でよければ、終了というような形でクリックをすると、あ、すみません。ちょっとですね、間違えていました。ちょっとアンドゥをしていただいてよろしいでしょうか。すみません。一つ設定を間違えていました。ですね、もう一度、柱ですね。構造の柱を選択します。で、ちょっと大事な部分を忘れていましたが、こちらの方に、今ですね、1階のレベルに柱を入れようとしています。で、この柱っていうのは当然高さを持っていますので、どれぐらいの高さにっていうふうになっているんですが、今これ見下げということで下方向に柱を作るっていうふうになってしまっています。ですからもし見上げで柱、まあ、通常の1階フロアから上の階にっていうことであれば見上げですね。見上げで、あと実際の長さを指定、固定の長さを指定するのか、それとも先ほど作ったレベルですね、今1階ですので2階まで到達する柱だよっていうのであれば見上げで2階までっていうような設定をします。で、先ほどのタイプですね。で、それを、この通り芯上に、まあ、生成をかけるっていうような形でクリックします。で、まだ、今この状態はグレーで表現されています。まだコマンドとしては、確定はしていませんので、上の方に終了っていうところがあります。こちらをクリックをして、コマンドを終了します。そうすると、今の位置に、柱が生成されたということになります。じゃあですね、今度は同じように、針ですね、針の入力をしたいと思います。針の方は同じように構造タブの中に構造針ですねが用意されています。で、先ほどと同じように、構造針のところで、まあ、まずタイプですねを選びたいと思います。ちょっと基礎針ということで下の、1m×600 の基礎針を選びます。はい。で、今度は先ほどのと同じようにですね、こちらの方に通り芯状っていうのがありますので、先ほどの柱と同じようにこの通り芯状を選びます。で、先ほどの、柱と同じようにですね、通り芯を選択をすると、そうすると、こういう形でですね、通り芯と状にですね、針がですね生成できたかと思います。で、針に関して、先ほど柱に関しては通り芯上に必ず、通り芯の交点に必ず生成がしていきます。で、針に関しましては通り芯の交点はもちろんなんですが、なおかつそこに柱があるっていうことが前提です。ですから柱がなければ、針はその部分、例えばですね、今ここの部分だけ柱を取り除くとこの部分の針は生成されないっていう形になります。通り芯の交点かつそこに柱があるっていう場合に針が生成するっていうことですね。もし片持ち針のような場合であれば手入力になってしまいます。で、この状態で、終了ですね。で、これで、柱と針が入力できたっていうような形になります。で、あと、例えば小針なんかの入力ですね、こちらの方に、小針の方を入力したいと思いますので、ちょっと一つ、ランクを下げて、800×400 の小針を入力したいと思います。で、その時に例えば今こちらの方の針ですね、入力したいと思います。で、今はですね、こちらの方には寸法線が表現されていますので、どれぐらいの距離、今これですと、Y 通りから、4メーターの距離に、入力ができるような形になります。で、例えば、せっかく先ほど、大針が入ってますので大針の中点を取りたいっていうような場合であればタブキーを押していただくと、今だいたい真ん中あたりにマウスを合わせてタブキーを押すと、今三角の矢印に変わったかと思います。これで中点が取れたっていう形になるので、例えばこの状態でクリックをして配置をする。
で、これで、入力ができますね。同じようにこれを、横方向に連続して入力をしたいと思います。で、まだ入力が続いてますので、エスケープキーを押して入力を解除します。で、同じようにこちらの方もですね、ちょっとタブキーを押して中点を取って、その入力をするっていうような形ですね。そうすると、小針の入力ができたということで、今ですね、大針と小針に関しては、自動的に、RC の、針ですので、自動的に放落がされているというような形になります。じゃあ今度は、上のフロアですね、2階のフロアに切り替えます。そうすると、仮想の、柱が見えてきているかと思います。で、同じようにですね、針の方ですね。で、針の方も、ちょっとランクはこのままですね、800×400、先ほどと同じように通り針状というような形で、入力をします。そうすると、先ほどと同じように通り針を選択をすれば、今まだ仮確定ですが、今針がこのような形で出来上がっているという形ですから、終了ボタンを押せば、これで、入力が確定されたっていうような形になります。で、今ですね、こちらの方、針がですね、柱のセンターに通り針があって、針もですね、そのセンターに、揃っているっていう形になります。例えば、外面に合わせたいっていうケースもあるかと思いますので、そういった場合にはですね、こちらの方の、位置合わせっていうコマンドを使います。で、位置合わせのコマンドをクリックをすると、これで、その何と何を合わせるのかっていうことができるようになります。例えば、この針をこの柱面に合わせたいっていうような場合であれば、今この位置合わせを使って、この柱にこの針を合わせるっていうような形にすると、これで、位置が揃うような形ですね。こういったことができるようになります。ただ、ちょっと今回はですね、数が多いので、これを、ここにオプションが用意されています。複数の位置合わせっていうところにチェックをつけておくと、そうすると、例えばこの面に合わせて、例えばこの針とこの針を合わせるというような連続でですね、やることができます。で、対象を変えるときにはもう一度、位置合わせをクリックしますが、こちらの柱の面と、これが基準になっていますね。こちらの柱の基準に、この針の面、こちらの針の面っていうような形で合わせていきます。これの繰り返しになります。位置合わせを使って、こちらの柱からこれとこれとこれっていうような形ですね。これの繰り返しになります。こういった形で、外周周りの針を柱の面に合わせていくっていうような形になります。そういった場合には、この位置合わせを使うっていうことですね。で、同じように小針もですね、こちらの方に小針ですね、ちょっとワンランク下げて、中点を取ります。先ほどやった繰り返しになりますけども、こういった形で中点を結びます。じゃあ今度はですね、もう一度ちょっと、1階のフロアに戻りますけども、今度は、構造壁ですね、を入力したいと思います。で、構造壁は、こちらの方の構造の中の壁ですね、をクリックします。ただ、構造の壁の方も柱と同じように、衣装の壁と構造の壁が用意されています。こちらの違いは、先ほどの構造計算に近いものがあるんですけど、衣装というと、どちらかというと間仕切り壁ですね、非耐力壁ですね。構造の方は、耐力を持った壁ですね、になります。そのあたりでちょっと使い分けていただくという形になります。で、今回は構造の壁ということで、上の壁を使います。
で、次にその壁のタイプですね。こちらの方に、いくつか用意されています。で、今ちょっと基礎っていうふうなところの基礎の壁ですね。地中に埋まるような壁の場合ってなっていますが、地中に埋まる壁の場合は逆に言うと、この先ほどの見下げか見上げかっていうような部分が地中に埋まるということで、見下げがデフォルトになっています。で、通常の壁に関しては、例えば、外壁の壁っていうふうにすると、そうすると、見下げにするのか見上げにするのかっていうことが選べるようになります。例えば今回は、見上げの壁で、上の2階フロアまでっていうような形で、指定をしたいと思います。あとそれと、1の基準っていうふうになっています。今壁の中心っていうふうになっていますが、これを、外面合わせですね、仕上げの外面合わせっていうような形に変えたいと思います。で、今回はちょっと、入力をシンプルにするためにちょっと矩形の入力にしたいと思います。長方形を選択します。で、長方形の場合には対角で2点指示になりますので、例えば、今こちらの方の左側の上ですね、この左側の上のこの交点ですね、柱の交点、こちらの方から、右下のこの柱の交点までちょっと入力をしたいと思います。そうすると、こういうふうな形で、入力ができたっていうような形になります。で、今度はですね、床の生成ですね。床の部分、同じように構造の中に床っていうものが用意されています。やはり同じように、さっきの繰り返しですね、構造と衣装があるっていうことになります。今回は構造ですので、構造の方の床を使います。で、床の方ですね、現場打ちのコンクリートっていうのがあります。今、300以下になっていますが、こちらの方の現場打ちコンクリートっていうものを選びたいと思います。で、先ほどと同じようにちょっと矩形でシンプルに入力したいと思いますので、例えばこの、交点ですね、通り芯の交点、反対側の交点からこちらの交点までっていうような形で、ちょっとシンプルに、矩形の入力をしたいと思います。で、今まだピンクの、ラインのスケッチっていうモードの入力のままですので、スケッチの終了ということで、こちらの終了ボタンを押すと、これで床が、生成できたっていうような形になります。そうするとですね、先ほど床がなかった時には、梁ですね、梁のところが実線だったものが、破線に自動的に切り替わったかと思います。要は、床と梁が重なって入っている部分が破線表現になっています。同じようにですね、ちょっと2階のフロアに切り替えます。で、先ほどと同じように2階のフロアも同じようにちょっと床の入力をしたいと思いますので、こちらの方から構造の床ですね、先ほどと同じような形になりますので、矩形にちょっとシンプルに入力したいと思います。こういう形ですね。で、先ほど1階の方は、こういった形で入力しましたが、ちょっと今回2階の方はですね、当然階段とか上のフロアに上がるためのエレベーターであったりとか、パイプシャフトであったりとか、そういう縦に貫通するものが出てきますので、そういった場合に、レビット上で床っていうものを生成をした後に、穴を開けるっていうやり方の一つの方法として、今みたいに領域で書いた中にもう一つ別の領域を書いてみます。例えば今ここにですね、階段なりエレベーターシャフトなりっていうシャフトがあるとすると、例えばここに、もう一つの領域ですねを書いてみます。一番大外にはですね、輪郭の、ラインと内側にまた別の領域が書けたかと思います。で、この状態で、スケッチの、編集モードの終了ですね、っていうふうにすると、今ちょっと赤くハイライトしてましたが、こういう状態ですね。先ほどの全体の領域の中にもう一つの領域を書くと、そこが穴として開口として見るっていうような形になります。で、こういった形で、今この領域ができたっていう形になります。ちょっと 3D で見てみると、こういった形で、出てきています。
で、ちょっとですね、見た目があまり良くないんですが、なんかまだら模様の、なんかおかしな表現になっているかと思います。で、こちらの方はちょっと茶色いライン、色であったりとか、グレーであったりとか、何か線が見えてたりとかですね、してるかと思います。これは何かと言いますと、解析、構造の、先ほど構造の柱、構造の、床、構造の壁っていうような形です。構造で梁とかですね、全て構造で入力しましたので、今ここで見えてるこのラインっていうのは、その構造のとして生成されていますよっていうのが見えている状態ですね。ですから構造の梁であったり構造柱であったりっていうのは全てこういうふうに見えています。ですから実際の 3D のモデルとその解析の線分が今同時に見えている状態です。ちょっと見た目があまりうるさくて見た目が良くないので、そういった場合にはですね、一番下のところにグラフィックオプションのところにですね、解析のモデルを非表示っていうところがあるかと思います。ここですね。これをクリックすると、今解析の部分は非表示にしましたので、先ほど作った 3D モデルだけ見えている状態ですね。こういった状態に切り替わったかと思います。で、あとですね、今、3D のモデルが、出来上がったかと思うんですが、ちょっと見てみるとですね、今ここにですね、ちょっとコーナーの部分だけ見てみると、何かこんな変な形のものが見えてるかと思います。これは、壁ですね。で、こちらは柱ですね。で、この領域っていうと、先ほど作った床の領域ですね、になります。で、ちょっと今ここの収まりがあんまり綺麗じゃないですね。で、例えば今、ここにはですね、さっきコンクリートの、躯体の壁っていうものを入力しました。そうするとですね、今、残念ながら壁がち、RC の、建物なんですが、壁がちになってしまっています。当然この壁の、例えば物量を見た時も、今この選んでる壁ですね、壁の長さであったり、面積、表面積であったりとか、体積っていうものは、実際に今、赤紫で見えてる、この実際の大きさが拾われてるっていう形になります。ただ、当然こちらの方には柱があって、梁があってってなっているので、柱がちに刺したい、梁がちに刺したいっていうふうになるかと思います。今ちょっとですね、このサイズがですね、面積が64平米と体積がまあ10平米近くあるかと思います。で、全ては壁のボリュームっていう形になりますが、まあ、こういったものを優先順位を変えるっていうことを行いたいと思います。で、そのためにはですね、修正っていうコマンドの中に、こちらの方に結合っていうものが用意されています。で、結合の中には、ジオメトリーを結合、ジオメトリーを分離、あと結合の順序を切り替えっていうものがあります。で、結合っていうものは別々の要素を一つにするよっていうのが結合ですね。で、逆に一つになったものを分割するっていうのは下の分離っていうものですね。で、その一番下の、結合順位っていうものがありますから、ちょっとここに絵が出ていますが、例えば、こういうふうになったものを逆にこっち側よ、今これが、梁が柱なのか梁なのか見えてますね。でも床が負けてるっていう時には床がちにしたいっていう時には、そういった順番を変える、まあその逆もあるっていうことですね。っていうことをするためには、この、結合順位を切り替えっていうものをクリックします。で、あと、まあちょっとたくさんあるようなケースの場合は、ここに、複数の切り替えっていうのがありますので、これをチェックしておきます。例えばまず最初に、先ほど壁っていうものがありましたので、壁を最初にクリックしたいと思います。で、これに対して勝たせたいよ、勝ち負けの順番を入れ替えたいものとしては、例えば、柱ですね、柱をクリックします。梁も勝たせたい。で、こちらの柱ですね、
であったりこちらの針、今クリックしているだけですけれども、クリックしていくとこれで順番が切り替わったということですね。そうすると今壁よりも柱であったりとか梁が勝ってるっていう状態になりました。そうすると先ほど面積、表面積が64平米と体積が10平米近くあったと思うんですが、ちょっと見えづらいんですけども、面積の方が64平米だったものが43平米に減ってるかと思います。体積が10平米あったもの、10立米あったものが6.5立米に変わってる。要は実際の本当のこの中のサイズが拾われてるっていう形になりますので、コンクリートの数量を拾いたいっていう時には、こういうふうな勝ち負けをしっかりすると正しくその数量が拾えるっていう形になります。これの繰り返しになっていきます。ですから、このジオメテリの順序変更、例えばこちらの壁も同じように柱とか梁ですね、こういったものを勝たせるような状態ですね。ちょっとこれの繰り返しになっていきます。もう一度コマンドを選びますが、この壁に対しても同じようにこういう形で選んで勝ち負けを変更するっていうことが行う形になります。あと、同じようにですね、ちょっと床の方も、床が勝ってしまってるっていう部分がありますので、壁と同じようにですね、順序の入れ替えということで、こちらの方の、床ですね、床の方も例えば、柱であったり、梁であったりとか柱であったりとかですね、こういったものをクリックして、順番を入れ替えるっていう形をしていきたいと思います。ちょっと少し数があると少し手間なんですが、こういった形で、勝ち負けを変更する形になります。こういう形で、変更ができました。じゃあ、やり方は今みたいな形になりますので、今度はですね、ちょっと一回、今柱の方があるので独立基礎っていうものを配置をしていきたいと思います。で、独立基礎っていうものは基本的に、柱の下場に取り付く形になります。ちょっと南側の立面図を表示しますが、今ですね、こちらが柱ですね。で、こちらが基礎張りがこちらの方に来ています。で、独立基礎は必ず今これが柱なんですが、柱の下場に取り付くっていう振る舞いを持っています。ですから、このまま、独立基礎を配置をすると、ここの位置に独立基礎が来るっていうような形になります。で、ちょっとですね、その柱の位置を変更したいと思いますので、全体的に柱を少し下げてみたいと思います。で、その時に、その柱だけを選択をするっていうやり方ですね、をやりたいと思いますが、例えば今回はちょっと同じサイズのものばっかりになっていますので、例えば今選んだ柱に対して右クリックで、全てのインスタンスを選択ですね。で、全てのインスタンスを選択、要はこの今選んだものと全く同じものの柱を選ぶっていうことをします。
で、その方法として、ビューに表、ちょっと訳が良くないですけども、今見てるビューで入っているものを選ぶのか、プロジェクトに入っている全部、まあ、要は、この上に2階であったりとか地下であったりとか、すべての階、建物全体の同じ柱を選ぶ場合には下ですね。今見てるレベルだけを選ぶ場合にはこのビューの方を選ぶっていうことですね。まあ、今回はワンフロア分しかないのでどちらでも結果は同じですが、まあ、上の方のビューっていうものを選ぶと、今選択したものと全く同じ柱のものが選ばれたっていう形になります。で、先ほどそもそも、この柱っていうものは通り信状に、まあ、生成をするっていう時に、入力したレベルからその上の階ですから、1階から2階まで到達する柱っていうような形で先ほど生成をかけました。で、下の部分だけをちょっと下場を下げてみたいので、例えばマイナスの500下がり、柱をレベルから500下がりに下げてみたいと思います。で、こちらの適用っていうふうにすると、当然のことながら今、選んでるものすべてがレベルが全体的に柱のサイズだけが下がったっていうことですね。ですから、先ほど柱の方がですね、レベルまでだったものが今、こちらの500下がりっていうところになりました。で、柱がちになっているので、今こちらの方ですね。逆に言うと梁が、こちら基礎梁がありますけども、基礎梁は、負けてる、柱に負けてる状態ですね、になっているっていう形になります。じゃあ、この状態で、もう一度、独立基礎を入力したいと思いますので、独立基礎の方は、構造の中の、基礎ですね。基礎に、独立基礎っていうものが用意されています。で、こちらをクリックします。で、今からどんなサイズの独立基礎かっていうものは当然タイプのとこから選ぶっていう形になります。で、今回はこのまま、200×200 の高さが、深さが、1メーターの独立基礎を生成したいと思います。ちょっと早かったですね。すみません。もう一度やります。こちらの方ですね。先ほどからやってますように、柱であったりとか梁であったりとか、独立基礎も同じように、通り信位置にっていうふうになっています。まあ、これは先ほどの梁と同じなんですが、通り信の交点、なおかつ柱がある下に独立基礎が生成されるっていう形になります。ですから、こちらの方から通り信を選ぶと、通り信があるところ、なおかつそこに柱があれば、こういった独立基礎が生成されるっていう形になります。で、終了っていう形にすると、そうすると、柱のところに、梁が、すみません、独立基礎が生成されたという形ですね。ちょっと下の方にメッセージが出てきていますけれども、今アタッチされた独立基礎は柱の、下部に移動されますって書いていますが、これは何かっていうと、今独立基礎っていうのがレベル1に入力しようとしたんですけども、先ほど柱の、下場を500下がりにしましたので、そこに柱の、下まで、梁を、独立基礎を移動させたっていうのが今のメッセージですね。ちょっと南の立面で見てみると、そもそも、独立基礎はこのレベルで入れようとしたんですけども、柱が500下がりだったので、そこまで、独立基礎を下げたっていうような形ですね。そうすると、今この梁はっていうと、この基礎梁はっていうと、柱と独立基礎に、まあ、書き込まれたような状態ですから、一番強いのは、独立基礎で、その上に、柱があって、それに書き込むような形で、基礎が作られているっていうような形になります。まあ、こういった形で自動的に勝ち負けですね、こういったものが、反映されているっていうような形になります。じゃあ、以上でですね、前半の、RC の部分のモデリングですね、は、今のような形で、入力をするっていうような形になります。